安城誠は、日本のゲームクリエイター、システムアーキテクト。株式会社警部の元社員。2017年現在は、デイライトワークスに所属。NPO 日本アンドロイドの会のコミュニティ、運営委員長や、Google デベロッパーエキスパートのアンドロイド担当など、モバイル技術関係のコミュニティ活動も行う。東京都出身。米国メリーランド大学を卒業。 先行は、コンピュータサイエンス。約9年ぐらい対米していた。後半の数年は、教授の紹介で、メリーランド州ボルチモアのパブリックスクールの技術家で、ウェブエンジニアに従事していた。その頃、外部の開発者として、Google デスクトップの開発に関わっていたため、開発者電動入りしている。帰国後、現警部に入社。i アプリ ミニ四駆グランプリのプログラムを担当した後、新規事業推進室にて、アンドロイドの研究開発等に従事。ミクシーアプリ、お友達フレンズの開発ディレクション兼プログラミングを担当した後、iOS アプリ、放課後の紙芝居部の企画、ディレクション、開発を担当。日本アンドロイドの会では設立メンバーであり、当初コンテンツワーキンググループのリーダーであったが、 他に内容が似通ったワーキンググループが存在するためワーキンググループは解散。会ではたまに司会をする程度で年に2回あるカンファレンス以外ではあまり表だった行動はしていないが自称運営委員からの信頼は厚く2013年までコミュニティ運営委員の委員長また同年まで NPO 日本アンドロイドの会の理事でもあった Google による API エキスパートプログラムの初期メンバーでもあり、Android 担当。Google オフィシャルコミュニティである Android SDK、ジャパンの管理人。また、GDG 東京のゲームマネージャーも兼任。警部を退職後は、フリーランスとして SH-06D ナーブの開発に携わった。現在は、ピクシブ株式会社で、モバイルアプリを担当している。また、 2014年からは、スマートフォン開発も行う傍わら、ソフトバンクのロボットペッパーの開発にも関与している。2014年9月に開催された、ペッパーテックフェスにてパネリストとして登壇している。Google のテクノロジーに詳しく、コミュニティ運営や執筆などで、Android プログラミングの啓蒙を行うが、本人はゲーム会社の社員という自称移植の人物。 Google デスクトップが人気の頃は多い時は週に1本のペースで Google デスクトップ用ギャジェットをリリースするなどしていた。その一方でレトロゲーにも詳しいことからわかるように昔からヘビーなゲーマーであった。一時期はブログも人気があったが日本に帰国したあたりからほとんど更新はされていない。ツイッターでは主にアニメの実況をしていることが多く アンドロイドに詳しい人だと思ってフォローしたら驚くほどアニメオタクだったという印象をよく持たれる。本人は気にしていなくアンドロイド関係のアカウントを別に作ることで解決している。今アンドロイドに深く関わっている人たちが他に何に興味を持っているのかを聞くのが楽しいと語っているように物事をミクロに見ていく事象、エンジニアというよりは マクロに俯瞰するビジョナリーの傾向にある。技術者の出にしては珍しく、インタビュー等ではあまり専門的な話はせず、わかりにくい話をよりわかりやすい言葉で話すよう、心がけている。交流は、ゲーム業界は、もちろん、Google 関係の活動も行っているため、自称、Web 業界ともよく通じている。さらに、個人ニュースサイト会話や声優との交流もあり、 顔が広いと自ら語る。アプリゲットデラックス2008年2月号インタビュー掲載 http コロンスラッシュスラッシュ www.android-group.jp スラッシュインデックス .php プラグインイコールアタッチリファイコール ca%d9%b6% AF%B2%F1%2 回 %C2%E8%BB%B0%B2%F3&OpenFile イ,イコール AndroidManiacs03 PDF HATMIXC MeetUp2012 て公演 http://mixc.co.jp:/mixy-meetup://profiles:/ 放課後の紙芝居ブスタッフロール http://www.cave://world.com/.jp/.apps/.houkagio の紙バイブ h t t p e n g i n e e r t y p e m a g j p e l i f e 2 0 1 1 0 7 4 1 3 p h p ありがとうございます。